じゃあまたちょっと時間あるので、まあラジオ感覚的にですね、一本動画撮っていきたいと思います。やっぱこうテーマがあるとですね、結構喋りやすいんですよ。何でも喋れる自信はあるんですけど、まあテーマですよね、何をついて話そうかなっていうの結構いつも最初迷ってて、だから最初ちょっとこもったりするんですけども、まあそうですね。まあ、最近だと、そうなんですよ。家1個解約して、実家をですね、結構拠点っていうか、実家でも仕事できるように、まあ、椅子とか机とかプリンターとかを、あとディスプレイとかですよね。そういったものをすべて、まあ、揃えて、まあ、快適な空間、要は作業できる空間にしたっていうのが一つありますね。あと、コワーキングも借りてるんですけども、まあ、結局なんか、家で仕事した方が、まあ、移動距離もないですし、あと、コワーキングの椅子がちょっと微妙なので、まあ、そういったところはやっぱりちょっと、効率っていうか、あんまりなんか行きたくないな、みたいな感覚になっちゃうと、人間ってやっぱ行かなくなっちゃうので、まあ、100% 自分の好きな空間にした方がいいです。間違いなく。なんか一個でも、例えばこのカフェに、まあ、このカフェで仕事しようかなと思う時ってあるじゃないですか。でも例えば、今日雨だから行きたくないとか、人が混んでいたら嫌だなとか、土日は混んでるからまず行かないとか、例えば残り2時間しか営業してないとか、あとは今だと冷房が寒すぎるとか、僕冷房が苦手で、めちゃくちゃ寒いんですよ、カフェとか。だからカフェ行ったとしても、まあ、冷房が寒すぎるから、あんま行きたくないな、みたいな。で、結構あるんですよ、こういった外的要因って。で、いちいち行くのも億劫ですし、自分でパソコンを作業するっていう、その0から1やるわけじゃないですか。その時に一番力使うので、その一番力使う時に、少しでも外的要因のことがあって、やりたくないなって思っちゃうと多分やらなくなっちゃうんですよ、人間って。それぐらい、その行動するとか、最初アクセルを踏むときって一番大変なんですよ。一番力入れるんですよ。だからエアコンも車もそうなんですけど、やっぱり動き出すときが一番力使うわけなんですよね。で、動き出した後は、まあ、そのまま作業すればいいんですけど、動き出すまでが一番大変なんですよ。で、その動き出すまでにどれだけハードルを下げるかっていうことによって、作業ができる自分になるわけなんですよ。だからそれは本当に使いやすいパソコンとか早いインターネットとか、あとは移動距離とか通勤距離とか、自宅で仕事をするんだったら、本当に何もない空間、要はホテルとか旅館みたいな空間にして、パソコンと机と椅子だけあるみたいな感じですね。それぐらいじゃないと本当にアクセル踏むときってめちゃくちゃ力いるので作業できないんですよ。だから例えば副業で稼げない人の特徴で言うと本当にそこですね。最初のアクセルが踏み込めないっていう人、踏み込めないからこそ楽な方に動いちゃうんですよね。あ、今日踏み込めないから知らず知らず無意識のうちになんかゴロゴロしちゃうとか、スマホゲームしちゃう、漫画しちゃうとか、パチンコ行っちゃうとか、飲みに行っちゃうとか、ラーメン食いに行っちゃうとか、だと思うんですよ。踏み込める人っていうのは、もうパソコンがあれば、とりあえずキーボード打ってみるみたいな感じ。で、それをやることによって、その後が平常運転で継続できるから、それが日々習慣化になって、継続して、で、1ヶ月後とか、1年半年、まあ1年、3年、4年、5年っていう形で継続したからこそ大きな自分のコンテンツとか自分の分身ができて結果が出るみたいな感じになるんですよね。だから最初のアクセルが僕も副業みたいな感じで、いろんなとこ行きましたし、いろんなカフェとか、コワーキングスペースとか、ファミレスとか行きましたけど、やっぱり最初の0から1にアクセル踏む段階が一番力いりますね、本当に。でもここが一番力を入れるってことをあらかじめ頭の中に思っていれば、
空間をどん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 作っていくような行動に今度移るんですよ、無意識的に。じゃもう今日はなんか家で仕事したいから、そういった時のためにもうデスクを新調するとか、椅子をいいものに変えるとか、5万10万のものに、で Wi-Fi も早くしてみるとか、でパソコンの中身がごちゃごちゃしてたらスッキリさせて、でパソコンも早いパソコン買ってみるとか、ほんとそれぐらいですね、環境っていうのはすごく大事で、本当にアクセル踏む時を外的要因に潰されちゃダメだと思うんですよ。だからこの辺もね結構勉強になったなと思って、で昔だと本当にコメダ行ったりとか、上島コーヒーとか、あとなんだっけな、めちゃくちゃ行ったんですよ、コーヒー屋。あとドトールとかベローチェとか行きました。タリーズとかも行きましたし、あとはもうファミレスとか、ファミレスはもうガストとかジョナサンとかですね、もうめちゃくちゃ行きましたね。ケンタッキーとかマックとか行ったんですけども、やっぱり外的要因めちゃくちゃ多いですね。いい椅子がない、机がない、机の高さが微妙、椅子が硬い、ケツが痛くなるとか、物を置いて出かけられないとか、あとは例えば食べ物の匂いがするとか、あとは喫煙室の近くにしか空いてないとか、で周りがうるさかったりとか、あとコンセントがないとか、これはめちゃめちゃありましたね。あと Wi-Fi もフリー Wi-Fi がないとか、あとは Wi-Fi あっても場所によってはですね、 Mac とかそうなんですけど、あれ1時間しか使えないんですよ、あのフリー Wi-Fi。 だからフリー Wi-Fi の制限があったりとか、あと混んでるカフェですね、特にコメダとかだと、あのめちゃめちゃ混んでる時だとスタバとか、あの席は90分以内にあの帰ってくださいねみたいな張り紙が貼ってある時もあるんですよ、東京とかだと。だからそれ考えたらめちゃくちゃ外的要因って多いんですよ、やっぱり作業するため、0から1の作業をするときにめっちゃやっぱり外的要因が多いからこそ、自分の仕事をする空間をどん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 作っていかないとなんですよ。そこにどんどん投資しないと。だからそこに20万円投資してもリターンで月に年間50万円稼げればいいじゃないですか。だから僕結構そういった考えで椅子とかもいいもの買ったりとかもしますし、一気に買っちゃいますね。形から入るみたいな。で、最終的に回収すればいいやみたいな感じで、とにかく、環境に投資しちゃいますね。とにかく環境に投資ですね。で、リターンを後から来ればいいやみたいな。リセールバリューですね。だからこれを例えば、パチンコ行って5万円投資するとか違うじゃないですか。そもそもリターンゼロの可能性あるので。だったらその5万円使って新しい机買うとか椅子買うとかっていうのが絶対いいと思うんですよ。だからパチンコでね10万とか使う人っているじゃないですか、結構。すごいですよね、本当に。僕の友達もなんか1日で給料使い果たしたっていう同級生がいたらしいですね、その高校の時に。半端ないですよね、そう考えると。その10万円やったら、もう投資は自己投資なんですよ。環境投資にして。で、とにかくその0から1のアクセルを踏み込みやすい。自分だけの好きな空間作んなきゃなんですよ。もう自分はこの椅子に座っていて、自分の好きなデスクがあって、デスクの上には何もなくて、自分の好きなパソコンと自分の好きなマウスがあるみたいな。で、そこに暇な時間があれば、そこに座ると。座るとやることって何かというと、デスクの上にパソコンしかないので、パソコン開いて、作業するわけですよ。これ、作業しない方としても、情報収集するんですよ、勝手に人って。エンタメ以外だったら。情報収集して、インプットされるわけじゃないですか。あとは人のブログとか人の動画を見ることによって、なんとなく潜在的にその文章の構成の仕方とか文章の流れとかそういったものもやっぱり勉強になるんですよ。人のそのものに触れる、人の作ったものに触れると勉強になるんですよ、めっちゃ。でそれは別にメルカリとかでも eBay とかもそうなんですけど、あこの人写真うまいなとかタイトルうまいなとか、あこの人評価めっちゃあるけど、あ写真もうまいしタイトルうまいし商品数多いんだなとか、なんか結局人の情報に触れないと人っていうの
成長しないので、人の情報に触れるときに自動的ではなくて自分から触れに行くっていうことがすごい大事。受動的っていうのは、家に帰りました、テレビつけました、勝手に情報流れてきますよね。情報とかコンテンツとか映像が、それだと受動的なんですよ。勝手に向こうが流してきてこっちが見るみたいな、じゃなくて情報っていうのは自分から取りに行かなきゃダメなんですよ。例えば YouTube でお金稼ぎたいなと思ったら、例えば副業2020年22年とかで検索したらたくさん出ますし、何かいい机とかいい、なんか自分の部屋を作業部屋にしたいなと思ったら、例えばフリーランスデスクツアーとかルームツアーとかで、家で仕事とか家で作業とか部屋を作業部屋にするとか、まあそういった検索することによって、いろんな無料の情報っていうのがいくらでも落ちてるじゃないですか。ブログでも YouTube でも。じゃあそれを見て、あ、こういった空間っていいなって思った時に、じゃあその空間を見て、じゃあここに投資しようってなるじゃないですか。次この椅子買ってみようとか、この机買ってみようとかってなると思うので、だからそうやって自分の好きな空間っていうのを作っていかないと作業って絶対進まないんですよ。で、僕はやっぱり集中力もないですし、怠け者だと思ってるので、やっぱ自分でそこをまず認識するんですよ、自分の欠点を。でもほとんどの方が、多分9割の人は自分は集中力がないとか怠け者だっていう人ってほとんどだと思うんですよ。もう自分はめちゃくちゃ真面目で誠実で作業もずっとできて苦じゃないみたいな人って稀じゃないですか。っていうことは、まず自分の欠点っていうのをしっかりと自分自身で把握して認識しないとダメなんですよ。で、僕はもうその辺はもう認識したわけですよ。自分は空間がごちゃごちゃだと作業もできないから、とにかく物を減らそうとか、あとはすぐなんか集中力なくなるから、とにかくいい椅子を使おうとか、あとデスクの上に物が散乱していると気分が散らかるから、デスクの上は何も置かないでおこうとか、で姿勢を良くするためにパソコンの角度を変えてみようとかっていう形で、自分のまず欠点とか自分のなんか不得意なことっていうのをしっかりと認識するんですよ。で、その認識したからこそ改善するっていうことが生まれるわけじゃないですか。だから認識して改善して、で、また認識して改善して、認識して改善して、で、そうして自分の環境がどん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 良くなって、そうすると今度勝手に毎日作業したりとか、なんか作業することっていうのが、苦じゃなくて仕事が趣味になるんですよ、次。仕事を趣味にすれば、一生仕事をしなくて済むんですよ。これ講師の言葉なんですけど、中国の昔の人の、まあらしいですけど、多分。そうすると自分の好きなことをやれば仕事は一生しなくて済むんですよ。だってね、仕事って何ですかね、基本他人のためにやるから仕事じゃないですか。だから自分のためだったら事業とか、この字っていう字は別に自分の字でも、もうまあ同じか、まあ、読み方で字じゃないですか。だから自分の仕事は事業、他人の仕事は、他人の作業は仕事みたいな、だから、になるような感じしますよね。にはなるので、なんか自分の事業をすると、なんか、仕事っていうのもそれ趣味になるので、その趣味ってやっぱ勝手に手が動くんですよ。で、勝手に手が動くし、それが勝手に習慣化されるので、本当に1年後、2年後、3年後とかどん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 楽になっていくんですよ。自分のコンテンツとか、自分の知識も増えて、自分の分身も増えて、で、とにかく効率も良くなっていくし、利益率も良くなるし、単価も高くなるしとか、でなるわけなんですよ。だからそれやるためには、さっき言ったように、やっぱり自分の欠点を見て改善して、で、その繰り返しでしかないんですよね。だから僕ももう最初すごかった。ですね、パソコン買って家で何もしなくて、でようやく副業系の本とか夢を叶えるぞとか買って、でその後に出品作業をしたんですけど、もう写真も下手くそだし、タイトルとか概要欄とかも下手くそっていうか、もう何も分かんない状態からやったんですけど、それでもやっぱり
やめなかったんですよね、そういった副業とか作業を。やめなかったからこそ、やっぱりクオリティがどん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 高くなっていったんですよ。それを継続することによって。物販だったら写真の撮影する技術とか、タイトルの付け方とか、概要欄の書き方とか、あとドンピシャの値段の付け方とか、あとはリサーチですよね。リサーチをインターネットでちょろっとしたら、いくらでも利益が出る、わかる商品がすぐ見つかるようになるとか、あとは梱包とかですよね。で、こういったものも全てやめなかったからこそ、どん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 技術が身についていったんですよ。だからそれはどっちかっていうと、他人の仕事ではなくて自分の仕事だったからこそやめなかったっていうこともあるんですよね。だからこれは別にブログでも YouTube でもそうで、やっぱりやめなかったからこそ3年とか4年、5年経った時にクオリティって高くなるんですよ。だから昔のブログも今に比べたらめちゃくちゃひどいんですよ。デザインとかライティングとか文字の内容とか。でもそれもやめなかったんですよ、文字を書くこととか。で、動画で喋ることもやめなかったじゃないですか。 YouTube 始めてからそのチャンネルをその例えば1ヶ月か2ヶ月間アップしなかったってことはないんですよ、今まで。もうだからこそもうこうベラベラ喋れますし、別に2時間でも3時間でも喋れって言われれば全然喋れますし、だからそれもやめなかったからこそ喋れるようになったりとかっていうのもやっぱりあるんですよね。だから結局その今例えば結果が出てないとか、なんか困ってるっていうか、なんかモヤモヤするっていう、これ絶対誰でも通る道なんですよ。あの最初もう今だって僕自体モヤモヤしてますし、大きな結果が出てるかって言ったら別に全然出てないわけですし、でもやっぱりモヤモヤしたりとか何か不安があるからこそ改善するための行動をするわけじゃないですか。僕だったら毎日いろんな人の YouTube を聞いて勉強したりとか本読んだりとか、それでも YouTube とか何か文字を書くこととかをやめないとか、そうすることによってこれをまたやめないことによって1年後2年後それが継続したから、毎日継続したからクオリティがまた高くなっていくんですよ。またそこで1年後2年後毎日いろんな人の YouTube で勉強したからとか本読んだからこそ自分の知識とか経験の幅っていうのが広がってできることが多くなったりとか、クオリティがどん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 高くなっていくんですよ。結局やめなかったらやっぱりそのクオリティとか下がることってないんですよ。だからこれ iPhone とかもそうなんですけど、スマートフォン初めて使う時って全然わかんないじゃないですか、使い方。でもスマートフォンを毎日いじることによって1ヶ月後問題なく使えてるじゃないですか。これビジネスと全部一緒なんですよ。だからビジネスもそう、本当に1年2年3年とか5年とかやることによってできる幅っていうのが増えてくるので、どんなジャンルでもそうなんですけど、やめないことなんですよ。やめないことと、あとはいろんなジャンルとかいろんなジャンルの仕事に触れてみるってことがすごい大事ですね。だから YouTube やってもいいし、 Twitter やってもいいし、インスタやってもいいし、物販でもいいし、輸出でも輸入でも有在庫でも無在庫でも、あとは YouTube でもいいと思いますし、とにかくいろいろやってみるってことが、僕はもう逆にそっちの方がおすすめですかね、今の時代だと。今の時代だと変化がすごく激しいので、なんか一点突破しようぜっていう人が結構多いと思うんですけど、多分一点だとその一点こけちゃうんですよ、倒れちゃうんですよ、いつか。なんかボーリングのピンみたいに、それだったらボーリングのピンを5個ぐらい作って、なんかリスクヘッジした方が僕はいいような気がするんですよね。だから1つのピンで利益が30万とかじゃなくて、ボーリング5つのピンで各6万みたいな、そうして合計で30万とかの方が僕はリスクヘッジもあるし、いろんなそのここのピンとここのピンを掛け算することによって見たこともないピンっていうのができるんですよ。そうすると自分自身に差別化できたりとか、自分自身しか発信できないことができたりとか、ブランディングにもつながるんですよ。新しい事業とか
なんか人が興味が湧くのって、やっぱり自分が知らないことに興味湧くんですよ、人っていうのは。だからここのピンとここのピンを使って新しいピンを作って、でそれを情報で発信してみるとか。でそうすることによって、あ、ここ興味あるなっていう人が増えて、自分の影響力が増すっていうこともできるので、まあ、もちろん最初は一点突破は大事なんですけど、まあ一点突破しても、まあ流れとしては10万円ぐらい一点突破で稼いで、その後横転しますね、横展開。できるだけできる仕事は人に任せて、で、5倍とか狙っていくじゃないですか、3倍とか5倍を作って、で、そうしてまた新しいジャンルで5万、10万円稼いでいくみたいな。で、それをまた横転して、できる仕事は、マニュアルをちゃんと作って人に渡していく。で、最終的にいろんなピンで、それが全て自動化になって、自動収入になれば一番いいよねっていう話が、経営者とかの考えることだと思うんですけど、まあ、僕は全然まだそこまでは行ってないですし、マニュアルも確かに作れるんですけども、まあそこまでクオリティはまだ高くないのかなっていうか。まあでもその、10月からは結構時間が空くので、まあ物販も人に任せると、まあメルカリも多分弟のお嫁さんが手伝ってくれるのと、で、eBay に関しては、アカウントを共有できるやり方があるので、まあ、2、3名ぐらいの方に手伝ってもらうのと、で、ブログは中古ドメインとか使ってないドメインが、まあ、多分10個ぐらいあるんですけど、まあ、その中でも強いドメインを多分1人1つ渡して、4人ぐらいで回して、あとは YouTube でアニメ系のチャンネルを1人お願いして、そうすると、いろんなところから自分のコンテンツとかいろんな分身が増えていくわけじゃないですか。だから例えば、1日メルカリで10品増えましたと、eBay で1日例えば50品増えましたと、そうするともう60品じゃないですか。月間1000品ぐらい増えるじゃないですか、月間で。で、プラス、誰かに動画作ってもらって、1日10本、1日1本で30本。で、ブログの記事も1日3記事ができるみたいな、そうすると90記事みたいな感じで、1日この小さな1とか2とか数字っていうのは積み重なっていくんですよね。で、それを誰かに人に任せることによって、例えば月間全てのトータルで1500の数字が積み重なったと。そうしたら自分の分身が1500個増えるわけじゃないですか。これは別に物販でもブログの記事でも全部トータルしてなんですけど、そうしたらもう負けないよねってなると思うんですよね。それだけ増えていけば。で、あとはまた新しい収入の柱みたいのを、まあ、ピンを探して、で、そこでまた自分でまず成功体験を得るってこと。自分でしっかりと1万円でも2万円でも5万円でもしっかりと自分で利益を出す。で、その利益を出したら、利益を出すまでのマニュアルを作って、で、それをまた誰かに渡していく。で、こうやってどん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 増やしていくっていうことをやると、自分の分身が増えまくるんですよね。だからそれを今月の10月からどん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 やっていこうかなって思ってますね。だ今は成功体験がたくさんあるので、マニュアルを作る段階に次は行こうかなっていう感じ。で、マニュアルの作り方っていうのもまたマニュアルで作るみたいな。で、それをまた、例えばノートとかココナラで販売したりとか、もうコンサル生に渡したりとか、っていう感じですかね。だから最近だとメルカリが結構楽しいので、メルカリの、例えばタイトルの考え方とか、テンプレートの作り方とか、あとは、そうですね。不要品を売るための考え方。結構これ考え方めっちゃ大事なので、家にある不要品をそのまま寝かしてないかとかっていうのもすごく大事なので、なんかそういうマインド面のものとかを、なんかまた一つコンテンツで作れたら面白いなっていうのありますね。写真の撮り方とか、写真を撮るためのブースの使い方とか、このブースを実際に使ってみるとか、あとは管理の方法とか、在庫とか、発送方法とか、とか作れたらいいですよね。
で、例えばそれをですね、まあ、メルカリのなんか初めての教科書みたいな物販を10年間やってる人が作ったメルカリの初めての教科書みたいなコンテンツを作って、例えばノートで3000とかココナラで3000とかで販売するじゃないですか。で、それが逆にですね、月に3つ売れたら、まあ、9000の売り上げになるわけじゃないですか。この小さい9000の売り上げっていうのが何本あるかなんですよ。その副業とかで稼ぐ人っていうのは。だからこれが本当に法人とかだと、例えば契約して、1回の契約で50万、100万みたいな。法人契約とか、何かのコンサルタントに入るとか、なんか屋号とかのコンサルとかあると思うんですけど、で、これが組織的なことでやるのと、小さい個人事業主でやる規模っていうのは、結構やることって一緒なんですよ。やること一緒なんですけど、やっぱ単価が違うので、その売り上げが変わってくるわけなんですけど、結構やることっていうのは似てるんですよね。個人でやることでも、会社でやることでも。なので、その辺の勉強とか考え方っていうのは、やっぱり日々 YouTube 見たりとか、YouTube はね、本当にバカにできないんですよ。勉強ツールとして。だから YouTube っていうのは、この歩いてる人にですね、YouTube ってどんなイメージありますかって質問すると、ほとんどの方が暇つぶしって言うと思うんですよね。暇つぶしか、なんかエンタメを見るもの、音楽を聴くものとか、ほとんど9割多分これだと思います。で、残りの1割は、例えば自分で発信してお金を稼ぐツールっていう人もいますし、例えば YouTube は、いろんな人の話が無料で聞けるから勉強できるツールっていう人もいると思うんですよね。まあ1割もいないですかね。9割5分とかですかね。わかんないですけど。でも逆にその、少数派に自分が入ることによって、やっぱり人とは違う結果が出せるわけじゃないですか。だから、全部2対8の法則じゃないんですけど、少数派に自分が行かなきゃダメなんですよ。だからブログだったら、書いたことがない人が多数じゃないですか。でも、ブログを続けてみるとか。eBay だったら、海外で出品したことない人が多数じゃないですか。だから、海外に出品してみるとか。YouTube もそう。YouTube を見る側じゃなくて発信する側になるとか。Twitter とかインスタもそう。見る側じゃなくて自分で情報を発信する側になるしかないんですよ。この側になるってことがすごい大事なんですよ。人生変えるきっかけになるんですよ。こっち側に回るってことが。だから全て2対8の法則って考えるんですよ。物事は。だから、例えば会社に行く人とか行かない人とか、起業する人とかしない人、副業する人とかしない人とか、全部2対8っていう感じで考えて、僕は全部2の方に行くんだっていう気持ちがあると、結構選択しやすいです、人生において。で、本屋さんに行って勉強できそうな本があって1500円ぐらいするけど、ほとんど買わないじゃないですか。だって100人いて100人買うわけないんで、そもそも。じゃあ、その本1500円出してでも買ってみようとか。なんかこの法則ですね。ニッパチの法則とか言うんですけど、2対8の法則とか、20対80とか、78対22の法則とかって言うんですけども、まあ結構、なんかネットで調べたらいろいろ出てくるので、で、全て自分の行動は少数派に行くように行動しようみたいな感じになると、結構手進むかもしれないですね。僕はいつもその考えで行動してますね。全部少数派に行くような感じで。だから家族とかもそうで、みんな普通に正社員で働いてますけど、自分だけフリーランスみたいな感じで、自由で、好きな時に起きて好きな時に寝るみたいな、目覚まし時計なんてもう何年も使ってないですし、だから全て少数派に行こうっていう、じゃあブログもやろうとか YouTube を発信してみようとか、海外に物を出品してみようとか、不要品はとにかく物をなくそうとか、家っていうのはほとんどの家庭っていうのはどん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 物が溢れてっちゃうんですよ。
じゃあこれ逆で少数派になるためにはやっぱりミニマリストとか物をなくす行動とかをしていこうとかっていう形になるので、あとなんか食べ物もとかもそうですよね。みんな結構大食いなんですけど、もうめちゃめちゃ小食でいようとか、できる限り体にいいものを取ろうとかっていう感じで、全部少数派になろうっていうのはこれめちゃくちゃ大事ですね、結構。そうですね。なんか、じゃあ、なんか、会社員の方でもう会社行きたくないってなった時に、意外に会社辞めちゃってもどうにかなると思いますよって僕は思うんですよ。不用品を売るだけでも、50万とか100万で多分作れると思うんですよ。家にある不用品を本当に売りさばくっていうことでも。それだけ物に囲まれてるんで、人っていうのは。で、あると思うんですよね。で、貯金も100万ぐらいあって、どうにか100万円ぐらいプラスアルファで作って、200万円あって、で、超ミニマルな生活をして、15万円ぐらいの生活。まあ、10万ぐらいですかね。12万とか。で、とにかく、プラスマイナスゼロにするために、10万円とにかく、稼ぐことをやる。まあ、確かに10万円稼ぐのってすごく難しいですし、やっぱりきっかけがないと稼げないですね。気づきがないと。あ、これをこうやるから、ここの収益が1000円出て、これを100回やれば10万円出るんだな、みたいな。この気づきっていうのがすごく大事なんですよ。だから会社辞めたいとか、思った時点で勉強にしなきゃダメなんですよ。会社辞めたいなとか、脱サラしたいなと思った時点で、もう思う前からっていうのは、もうこの会社でいいやってなっちゃうので、行動がレールの上になっちゃうじゃないですか。これでいいや、みたいな。でもちょっとでもこの会社行きたくないなとか、ちょっとでもこの人ムカつくなとか、関わりたくないなとか、この会社にいて意味があるのだろうかなとか思った瞬間にもう行動しなきゃダメなんですよ、自分自身で。YouTube みたいに本読んだりとか、何かでアウトプットしたりとかっていうのをしないと、やっぱり愚痴だけ言って終わってしまう人生になったら、これが一番もったいないですし、一番やっぱり後悔すると思うんですよ、死ぬ時に。だから僕の目標っていうのは、やっぱり人は誰でも死ぬので、せめて自分の人生は死ぬときに、まあ、自分の人生で良かったなって思えて僕は死にたいんですよね。なんかお金とかどうこうはどうでもいいんですよ。なんか死ぬときのお金がたくさんあっても、お金っていうのはあの世に持っていけないじゃないですか、そもそも。じゃなくて、どれだけこの世に、まあ、未練がないかってことがすごく大事だなと思うんですよね。やっぱこの世っていうのは修行の場だと思うんですよ。修行じゃないですか。家族が先に亡くなって、好きな親とかが先に亡くなって、僕のばあちゃんもつい1ヶ月半ぐらい前に亡くなっちゃったんですけど、この前四十九日で。で、この世って修行なんですよ。一寸先は闇っていうじゃないですか。これでも、最近本当にこの世って修行の場なんだなって思ったのが、一寸先は闇っていう言葉っていうのは、例えば、一つ間違ったら人っていうのは事故にもあっちゃうし、一つ間違ったら不運な方向にいくらでも行けるじゃないですか。でも一寸先は天国ってないんですよ。この世の中に。一つ何かいいことやったら、一寸先はめっちゃいいことが待ってるみたいな。っていうことがないじゃないですか。宝くじに当たるって言っても、限られた人じゃないですか。でもこの後事故に遭う人ってめちゃくちゃいるわけじゃないですか。僕もこの前骨折ったので、手の骨。半年ぐらい前とかに折ったので、もう治ったんですけど。っていうことを考えると、一寸先は闇なんですよね、この世界の縮図って。一寸先天国じゃないんですよ。で、あとは人っていうのはどうしても年を取ってしまうので、だから僕の親父とかもやっぱどん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 最近白髪増えてきたりとかもしてますし、いや、そうするとこの世の中っていうのはすごく修行の場なんだなとか、ハードモードだなとか、で、この前なんて昨日か、昨日なんて J アラート鳴ってたじゃないですか、朝7時半ぐらいから、北朝鮮がミサイル撃つみたいな。
ことあったじゃないですか。で、あれぐらい一寸先は闇だし、あれぐらいこの世って本当に大変なんですよね。で、せめてこの世にもう生まれちゃったのってしょうがないじゃないですか。別に自分が望んで生まれたわけでもないですし、まあ、もしかしたら自分でこの親を選んで生まれてきたっていうルールがあったかもしんないですけど、その時の記憶はないじゃないですか。でも生まれてきちゃったもんしょうがないじゃないですか。もう生まれちゃったんで今この世に生まれて、意識もあって生活するしかないじゃないですか。でもそれだったらちょっとでも楽しくって、ストレスを感じなくて、で、死ぬ時に良かったなっていう人生の方がいいじゃないですか。そもそもハードモードの時代なんだから、楽しまなきゃ、もったいないっていうか、だと思うんですよ。なんかちょっと前聞いた YouTube で島田秀平っているじゃないですか。手相を見る島田秀平さんっていう。で、あの人の動画たまたま見てたら、なんかすごい面白いこと言ってる動画が一個あって、なんか、あの世に行ったらしいんですよ、誰かが。まあ、これ聞いた話らしいんですけど。で、あの世に行って、これめっちゃいい話なんですけど、あの世に行って、なんか、魂が列を並んでるらしいんですよ。ずーっと。ラーメン二郎みたいにバーって。で、その時になんか、裁判官みたいな人がいるんですよ、審査員みたいな人が。列の、頭に。で、そうすると、あなた10点、あなた50点、あなた70点、あなた8点とか、点数を言われてるらしいんですよ、一人一人。で、点数言われてて、で、何の点数なんだろうなってみんな思うじゃないですか。これ何の点数だと思いますか？これ多分毎回 YouTube で言ったような気するな。それは、その人が何かをチャレンジした回数が点数になってるらしいんですよ。これすごくないですか？まあ、これ嘘とか本当とかの話とかは置いといて、なんかすごく人生において大事なことっていうか、なんか染みたんですよね、とにかく。なんか本当にそういうルールがあったとしてもなかったとしても、やっぱり生まれてきちゃったものはしょうがないので、いろんなことにチャレンジして、いろんな経験をした人の方が、魂のレベルとしては絶対に高次元に行くわけじゃないですか。今3次元の世の中としても、これが4次元、5次元、6次元、7次元、8次元、9次元みたいな感じで、次元っていうのが上昇していく魂だとしたら、やっぱりいろんなことにチャレンジした人の方が、まあ、いいも悪いも、やっぱいいと思うんですよね、結局。その死ぬ時にも、まあ、楽しかったなとか、いろんなことやってよかったなってなると思うんですよね。だからこそ、一寸先を闇だからこそ、もう、勉強して努力して、まあ、このハードモードの世界を生きていかないと、っていうことは、すごくやっぱ思いましたね。だから、興味深い話でしたね、ほんと聞いたとき。ああ、なんか面白い話聞けたなと思って、すごいなんか良かったですね、その時は。そうなんですよ。だからこう、ほんとミサイルが飛んでくる時代なんですよ。東京都も、もしミサイルのアラートが鳴ったら、地下鉄に逃げ込んでくださいっていう、もう出したんですよ、公式に。それぐらい本当にこの日本ってロシアにも中国にもアメリカとか、アメリカ？北朝鮮とかにも、本当に狙われてるんですよ、各国から。本当に一寸先は闇の人生を今歩んじゃってる時代に生まれちゃったわけなんですよね。もう最悪なんですよ、ある意味。だからこう、日本の自殺者数がとんでもなく多いとか、コロナの死亡者数よりも全然多いみたいなことになったりとか。で、あとは物価ですよね、今だと。もう値上がりラッシュなんですよ。とにかく値上がりラッシュ。物価は値上がるくせに、給料は上がらない。むしろ下がっている。みたいな感じになると思うんですけど、ボーナスもカットされるとか、なると思うんですけども。だからそうなった時に、本当に、変えられるのっていうのは、
その自分がそのレールを乗っちゃってるから変えられないんですよ。だからどこかしらでこのレールを外れて自分のレールを作んなきゃダメなんですよ、自分の道を。だから僕は自分の道を作った時はやっぱり自分で副業を始めた時とか、自分で何かのアカウントを作った時、 eBay やってみようとか YouTube やってみようとか、アフィリエイトやった時だったらワードプレス解説 してみようとか、ブログやってみようとか。でもそこにはやっぱり多少なりともお金はかかったわけで、サーバーのレンタル費用とかドメインとか、物販だったら仕入れ費用とか、 YouTube だったらまあコンサルも受けましたし、外注さんも手伝ってもらいましたので、やっぱりトレードオフなんですよね。絶対にそこにはお金ってかかってくるからこそ、お金っていうのは銀行に入れておいたらリターンってないわけじゃないですか。だからお金っていうのは、まあ、どこに入れるかっていうことでリターンっていうのがまた変わってくるわけなんですよ。だからやばいですね、この世の中は。一寸先は闇モードの世の中なので、自分が成長していかないと本当に取り残されちゃいますよ、これは。って思いますね。てか40分ぐらい喋ったんですけど、喉乾いてきたからもう止めようかな動画。まあでもこの40分がまだ最後まで聞いてくれる人がまたいたらマニアックだなと思いますけど、まあ嬉しいですね。なんか最後までまた聞いてくれた人がいたらコメント残してください。最後まで来ましたよとっていう形ですね。まあ変なことは僕言ってないと思うんですよ。本当にこの人生においてそういった考え方っていうか、この人生っていうか、この原理、この世の、この世って本当そうなってるんだなっていうのを僕は思いますね。でもやっぱこの世にも幸せなことっていうのはたくさんあるんですよね。そう。だからこの世にある幸せなことっていうのはできる限りやっぱり体験したりとかして人生を楽しまないと、やっぱり自分の魂的に良かったなって思えないと損じゃないですか、それって。だから得になる行動っていうのを特にしていくってことがすごくまたいいのかなって思いますね。はい、じゃあそんな感じで最後まで聞いてくれてありがとうございます。またなんかこういう感じで動画撮っていきたいと思うので、じゃあ失礼します。